ジョン・スミス・サッチは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は、大将、愛称は、ジミー・サッチ。太平洋戦争の戦闘機パイロットとして、活躍、対ゼロ戦空戦戦術、サッチ・ウィーブの考案者として知られている。サッチは1905年4月19日に、アメリカ合衆国アーカンソー州、パインブラフにて生まれた。1927年アナポリスを、 卒業2年ほどは戦艦乗り組みであったが1929年にペンサコーラ飛行学校に入り飛行機乗りとなる。1930年にはパイロットとして活躍し、いくつかの任務の後テストパイロットと飛行学校の教官として過ごす。教え子の中には後にサッチのウィングマンとなるエドワード・オヘアがいた。少佐に昇進し、VF-3 の指揮官となった後、 1941年にサンディエゴ基地で部下の訓練の後、艦隊演習のためウィリアム F ・ハルゼー中将指揮下の空母エンタープライズ乗組を命じられた。しかし、サッチはハルゼー提督に艦隊演習よりも飛行訓練をやりたいと直訴、ハルゼー提督はサッチのことを入れ演習参加途中でオアフ島に引き換えさせた。もう訓練のご空母。 レキシントンの飛行隊長となり、ここで太平洋戦争を迎えた。35回海戦に参加したが同海戦で、母艦、レキシントンはバクチン、爆沈、残存機を率いて、ヨークタウンに乗り組む。新珠湾に寄港後すぐに、ミッドウェイ海戦への参加を命じられる。この時、ヨークタウンは、超特艦応急修理のボーロ船、飛行隊も、レキシントン、ヨークタウンの関西機に一部に、 サラトガの飛行隊を受け入れ、実に元3隻の飛行隊員の混成より愛助隊となったが、ナグモ機動部隊を吸収、干爆隊が空母、操縦を撃沈した。ミッドウェイ海戦の後は、教官として戦闘機乗りを育成し、ジョン・エス・マケイン中将が空母部隊の司令官となると、中佐、航空参謀として赴任した。冷凍機海戦では、大佐、 ハーレー・エーバーク大将の補佐を務める。小沢寺三郎中将率いる機動部隊への攻撃について、ハルゼー大将の方針に全面的に賛成した。戦後これがとりであったことを知った後でもこの部隊を追いかけるべきだとのコメントを残している。1945年9月2日の戦艦ミズーリー上で行われた日本幸福文書、調印式にマケイン帝督の随員として参加している。 朝鮮戦争では、護衛空母、シシリーの艦長を務め、後に、空母、フランクリン D ・ルーズベルト艦長となった。1955年に少々に昇進。1958年から1959年には、大潜水艦部隊司令官となり、機関を空母、バリーフォージにおいて、冷戦の主要な焦点である、ミサイル厳選対策に従事した。 1960年に中将に昇進、海軍作戦部次長となると A-7 コルセア2攻撃機の開発に携わった。1965年には大将に昇進し、海軍ヨーロッパ方面軍司令官に赴任。1967年5月に退役するまで、その任に就いた。1981年4月15日に76歳の誕生日を目前にして、 死去、75歳だった。死後アメリカ海軍は1982年12月18日に浸水したオリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリゲート34番艦に彼の名を冠して生前の功績に報いた。日本海軍が開発した新鋭戦闘機、ジークの高性能に連合国軍は恐怖におののいたが、1941年9月22日の 報告でその噂を耳にしたサッチは、部下のオヘア少尉と対策を考え、集団戦術で対抗することが有効だという結論に達した。この時サッチ自身はこの戦法を、ビームディフェンスポジションと命名していたが、アメリカ海軍はサッチにあやかり、サッチウィーブと命名、以後アメリカ海軍では、航空戦集団戦術の代名詞となっている。サッチが実戦でテストしたのは、ミッドウェー海戦で、 この時冷戦一機を撃墜した。1942年6月4日、アメリカ海軍がアリューシャン列島、アクタン島でほぼ完全な状態で露飾した冷戦、小ュ中ギ一飛送機をレストアすると、ノースアイランド基地で史上他の兵士が欠点ばかり指摘する中で、サッチはベテランパイロットにとっては良い飛行機だが、そんなパイロットがいなくなったら命運は尽きるだろう。 と感想を漏らしている。悪ンゼロの徹底的な研究により、冷戦が優れた旋回性能と上昇性能、航続性能を持つ一方で、高速時の横転性能や急降下性能に問題があることが明らかになり、アメリカ軍は冷戦と格闘戦をしてはならない、背後を取れない場合は、時速300マイル以下でゼロと空戦をしてはならない、上昇する冷戦を追尾してはならないという、 三つのネバーと呼ばれる韓国を冷戦との空戦が予想される全てのパイロットに対して行った。また、不要な装備を除きなるべく機体を軽くするように指示した。これによってサッチウィーブと共に一撃離脱戦法が採用された。急降下に弱く防御走行が乏しいという冷戦の弱点をついた攻撃方法になった。米軍が サッチウィーブと一撃離脱戦法シルベを本格的に用いたのはラバウルからでガダルカナル島でもヘンダーソン飛行場の部隊で多用され霊戦進話を打ち砕いた。サッチウィーブは後にベトナム戦争でも用いられ現在でも戦術の一つとして取り入れられている。サッチウィーブほどの知名度はないが日本軍の髪風特攻の対応策としてサッチが考案したシステムが ビッグ、ブルーブランケットである。その用紙はという三段構えの防御陣で迎え撃つというものであった。そして攻撃から起動中の航空機はすべてピケット艦を旋回するように取り決めて指定されたピケット艦と別の方位から接近する航空機を敵機とみなして迎撃するというシステムであった。これを実現するため戦闘機を重視、艦載機の急降下爆撃機を減らしてでも 戦闘機を倍増。ヨークタウンでは87機が戦闘機となった。代わりに F6 回ヘルキャットと F4 ユーコルセアに2000ポンド爆弾を搭載できるように改造。結果として空母の攻撃力を増している。1944年12月14日から16日の間にフィリピンルソン地区の日本軍機を200機を主に地上で撃破。 神風特攻を根元から断って艦隊の損害を防いでいる。同時期第7艦隊は特攻で軽巡洋艦ナッシュビル大破、乗員百133名死亡、190名負傷、駆逐艦一石大破という被害が発生しているので特攻対策としての有効性が証明された。後年戦闘空中小回機は e にホークアイソ機械機に ヘルキャット戦闘機は F-14、トムキャット戦闘機にレーダーピケット艦はイージス艦になったが、基本ドクトリンは現在も活かされている。ありがとうございます。